プレスのこの超高速の波動攻撃を受け止めて反撃出る、反撃出る。これを耐えるか。追加し攻めれよヘラクレス。オカブト、ヘラクレスが飛んだ、持ち上げた。オカブト一気に一気に襲いかかっていき、サイドに入ってるのはヘラクレス。オカブト一気にヘラクレス、サイドから狙っていく。キラファの攻撃クワガタ戦員喪失。スタートする、スタートする。動いたらオキセンタリス攻めていく。スマトラがロックした、スマトラがロックした、スマトラが攻めるか。いやしかし足場が苦しすぎる。ヘラクレスオキセンタリス勝利。スマトラ大平田クワガタ転落。第2回第3回ミドル級グランプリ優勝ヘラクレス、ヘラクレス丸みアドワーズ。第4回ミドル級グランプリ優勝ヘラクレスオキシデンタリスカジャム。ヘラクレスオオカブト一族がめちゃくちゃ強い。この牙城を崩す者は現れるのか。第5回ミドル級グランプリ開幕。出場戦中紹介。ロングレンジナイフコンキューズノコギリクワガタジン。打天使スマトラ大平田クワガタベンクールルシファー。アイアンナイトみんなナオ平田クワガタマステマ。ヘルギロジン帝王平田クワガタアスタロト。黒いダイヤモンドオークワガタ天月。黒い恐怖ハマリネス平田クワガタキラー。赤い石アルキネス平田クワガタカチ。パープルギロチン先島平田クワガタ白ギリ。ブータンの守護者グルミエンスオークワガタ切り抜き。狂気のダルマシードオニチアクワガタカダキリ。突撃兵オークワガタクローゾ。重戦車スラベシアトラスオオカブトトンワック。殺戮の牙チェックリングオークワガタカミソリ。スモールストロングエンペラーヘラクレスオキシデンタリスエンブ。カノン砲インターメディアツヤクワガタゴロ。黒い嵐アルキスツヤクワガタギロ。ダイヤモンド要塞タランズスオシヤクワガタ鉄線。予選第1試合青コーナー打天使スマトラ大平田クワガタベンクールルキファー73ミリ。赤コーナーロングレンジナイフコンフキューズノコギリクワガタジン93ミリ。レディーファイト。さあ始まりました、第5回ミドル級グランプリ。実況は私虫歯とくんが務めさせていただきます。よろしくお願いします。さあ予選試合、左がコンフキューズノコギリクワガタジン、右がスマトラ大平田クワガタベンクールルシファー。前回大会準優勝でね、優勝したヘラクレスオキシデンタリスカシャ、こちらがもう引退しておりますので優勝候補大本命。さあどんな戦い見せてくれるのか。対するコンフキューズノコギリクワガタジン、こちら初参戦。細身で顎が長くて世界最大のクワガタキラファノコギリクワガタと似ておりますが、顎の形は結構違う。
この差がどう出るのか。高級のノコギリクワガタが一気に突っ込んでいく。スマトラを拾った国がその長い役で突っ飛ばしていく。下から行って足を取って、スマトラを拾った国がなんとか持ちこたえたが、これを長い矢後で受け流しながらさらにさらに前進、下に入っていってガッチリドロック一発のハングマンズホールド炸裂。高級のノコギリクワガタがっちりとスマトラをロックして持ち上げていく。前回大会準優勝者、初戦敗退か絶対絶命、苦しいぞ、どうするスマトラ。さあ高級スノコギリクワガタ完全有利の形、捕まえました。スマトラを持ち上げる。なんとか耐えた、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 なんとか耐えたが、高級ス攻める手を緩めない、前へ前へ出ていく。足を取って一旦下がって前へ出ていく。高級スノコギリクワガタが突っ飛ばした。ギャラクティカエキスプレス炸裂、恐怖の特急列車。コンフキュスのノコギリクワガタ強い。前回大会準優勝者、まさかの初戦敗退、コンフキュスまさかの強さ、一回戦進出。強っ、強っ。ギャラクティカエキスプレスによりコンフキュスのノコギリクワガタ勝利。1回戦第1試合、青コーナーアイアンナイト、ミンダナオ平田クワガタマステマ77ミリ。赤コーナーロングレンジナイフ、コンフューズノコギリクワガタ全93ミリ。レディーファイト。さあ1回戦第1試合もうすでに始まっている。左が第9回ビートロン杯本戦選手、みんなの平田クワガタマステマ。右が高級スノコギリクワガタジン。予選試合では強かったね。さあ懐へ懐へ詰めていく。さあ高級スノコギリクワガタ、その長い顎で足を取ってボディを取って前へ前へ出ていく。苦しいぞみんなの平田クワガタ。さあ前へ前へ出ていく、前へ前へ出ていく。さあみんなの平田クワガタなんとかしのぎましたが、これ苦しいよ。高級スノコギリクワガタがその長い顎を巧みに駆使して足を取りに行く、ボディを取りに行く。で首をキュッと曲げて、みんなの平田川方のパワーを受け流して、攻めきれないなら一旦下がる。コンフューズの攻撃方大変シャイ高者でございます。さあ長いリーチを封じるためになんとか頭を取りたいみんなの平田川方ですが、それをさせないコンフューズの攻撃方が懐に入って一旦下がってかわして捕まえられないみんなの苦しい苦しいみんなの。さあ前へ出ていくコンフューズの攻撃方、マジでうまい、めちゃくちゃ強い。さあコンキュースがまた前に出ていって懐に入っていって、しかし捕まったか捕まったか捕まったか、みんなの平田方捕まえたか。ボディのパワーならみんなの方がさすがに強いか、みんなの。しかしコンキュースの方が首をクッと曲げて力を受け流して懐に入っていきます。さあ距離を詰めて顎の付け根でみんなの平田方捕まえて一気に持ち上げていく。持ち上げた、投げた、投げた、大波乱。コンフキュースノコギリクワガタ2回戦進出。強い、めちゃくちゃ強くない、めっちゃ強い。コンフキュースノコギリクワガタ2連勝、2回戦進出。強い、強いって、めちゃくちゃ強いって、これ強くない、いやめっちゃ強くない、これ。ガラクティカエキスプレスよりコンフキュースノコギリクワガタ勝利。1回戦第2試合、青コーナーヘルギロチン、帝王ヒラタクワガタアスタロト70ミリ。赤コーナー黒いダイヤモンドオークワガタ天月74ミリ。レディーファイト。さあ始まった、たた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 たと、手を平たくあがたアスタロト一気に突っかかっていく。手を平たくあがたアスタロト、第8回ビートロン杯本戦選手でございます。上からがっちりと抑え込んで強引に押していこうという動き、やる気は満々だ。しかしこの形で持っていくのは無理か。さあ外して四つに組み合わす右組だ、右組で相手の足を、足の付け根を取ってねじり上げる必殺のギロチンロック、これが強烈なんだ。あーがしかしこれも決まりて、決まるまでには至らないか。さあなんと堪えている右がオークワガタ天月、
第4回、第5回、第8回、第9回ウェルター級グランプリ優勝、ウェルター級の帝王新月その息子なんだけど、ウェルター級の帝王の息子としては未だ戦績としては芳しくない感じ。第3回第4回ウェルター級グランプリ揃って2回戦敗退。ちょっとね、あんまり勝てている印象はありません。ここで頑張りたいところ。さあ右投げを刺して右組み、四つに組んでガリ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 と削り合っていく。パワーでは互角か互角なのか。さあ下から入っていって、オークワガタはね、この下から入って強引に跳ね上げていく。体のパワーを生かした戦いが得意です。オークワガタ真っ正面からガン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 突っ込んで相手を押し込んでいく。真っ向勝負、ストロングスタイル気持ちいいよね。さあ平田クワガタ、手を平田クワガタ上から押さえているがちょっと苦しい。オークワガタ得意の形だから、こっから強引に押し込むのは難しい。さっきもね、上手取って外して四つに組み直したわけですから、この形はあんまり嬉しくない。からグイグイグイ押していきたいところ。親のね、あの大川方新月、あれがもう本当にパワーのるつぼって感じで、もうめちゃめちゃに強かったから、天月も頑張ってほしいところですが、やっぱちょっと苦しいのかな。さあ下から押していきたいところ、やはりこの形なら天月、大川方押していくか。あ、しかし押し返しに行く、帝王強いな。強引に押し返していく、押し返していく、押し返していくか。苦しいぞ。真っ向からのパワー勝負。ああ、僕は方いい形なんですけどね。帝王のパワーが予想以上。体重はね、僕は方 9.1g ありますから、だいぶ帝王よりも重い。体長も帝王が 70mm で、奥上がったが 74mm ですから、だいぶ奥上がったの方が大きいんだけど、帝王がパワーで決して負けていない。これはね、強いです。さあ手を広げたかった。でもだかといえ、この上手から強引にグイグイグイ押していけるほどのパワーはないでしょうから、なんとかしたいところです。帝王広げたかった、アースタロト。いや、ちょっと苦しいよね、ここから押していくのは。なんとかしたいところ。どうする、どうするんだろうね、これ。さっき外して4つに組んで、それでも持っていけなかったから、やっぱパワーで大桑形なのかな。やっぱり押していくのは大桑形。押していこうとする、下からじり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 と押していく、手を持ち返していく。あー、これ苦しい。大桑形もね、こっから前に押し込むだけではなくって、首の力を使って相手を跳ね上げる、そういう戦いもできる。うわ、それもさせない。手を平手川方上から押さえつける。あらあら、強いね手を平手川方。さあ大川方だから押していきたいのいい形ですからね。これ多分これ以上大川方が得意な形ってのはあんまりない、まあ、こっからね、あの帝王の状態を起こして下からガッチリドロップするとかはありますが、そういうパターンを除いて普通の組み方なら大クワガタこの形が一番よし。さあ下から落ちていく、おとってよ平田クワガタ。大クワガタの顎を束ねる形、これ苦しいよ、これ苦しいですね。大クワガタこっからどうする、顎を束ねられると、でね、顎束ねられてこっから首を強引に曲げられると一番苦しい形が、首は曲げられないね手を平田クワガタ。だから顎を束ねてやはり力は出しにくい形、顎をね、ちゃんとこう広げてグイッと力入れた方が奥歯方も力出ますから、おー、顎自らの武器を封じられた状態、奥歯方苦しいけど粘ってる、粘ってる。奥歯方足腰強いね。手を平手方押していくのか、押していけない。あー、なかなか試合動きませんね。さっきからずっと上から挟む帝王、下から押していこうとする大クワガタという構図、なかなか動かない。さあ外れるか外れるか、そこで押し込んでいくか、下から入っていくの大クワガタ、一気に出していった、跳ね上げた、決まってない。手を開いたクワガタなんとか残っております。しかし強烈に跳ね上げられて、これはメンタル的にちょっとね、心折れてしまう。いや手を開いたクワガタ、まだまだ全然やる気ある、この動きはやる気がある、敵を探してる時の動きだ。さあまた出会って一気に寄せかかってくるは帝王平田クワガタ、まだまだまだやる気満々に寄せに組んで、右投げをさせて右組みでございますが、やはりパワーでは大クワガタか帝王
が崩れる。首がちょっと曲がっている。体がちょっと崩れている。オークワガタがグイグイグイと押していこうとする。あーがしかし手を開いたクワガタ、外側から顎を入れて押していくが、崩れた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 。オークワガタが崩した、オークワガタ崩した、オークワガタ崩した、オークワガタが崩した。さあオークワガタここから一気に決めていきたいところ、前前出るか。いやしかしここ手をしのいだ、なんとか体勢戻していつもの形、右の顎を刺した。さあ四つに組んで四つに組んで、あー苦しい。大桑方の方がちょっとパワーで上回ってる感じするんですが、しかし手を圧倒できるほどのパワー差ではない。ほぼ互角を持ち上げたのは大桑方。大桑方が落ちていく、落ちていく、落ちていく、体勢崩した、体勢崩した、体勢崩した、下から入っていくのは大桑方。しかしそこもしのぐ、手を平たく桑方強い強い強いね。そしてしのぎながら、むしろ大桑方相手にいい形になりました。またもや顎を束ねられてしまった。右の顎は大丈夫だけど、左の顎がねちょっとこう束ねられて、苦しいです。オークワガタこれ苦しいが、しかしこれもオークワガタしのいでおります。普通この形になったらね、あの同じパワーの平たくワガタ同士だったら、この形になったらもう片方がもうグイグイグイと押していくんですけど、そうならないのはやはりオークワガタの方が足の力が強いからなんでしょうか。にしてはオークワガタいい形とってもグイ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 前に出ていかないですけどね。なんか防御力は高いけど攻撃力には欠ける印象が今のところあります。大クワガタどういうことなのか。一方で帝王平田クワガタはたびたびピンチになりながらも素晴らしい戦闘センス、失地をすぐさま回復して、むしろこのいい形反撃している帝王平田クワガタ強いね。あー大クワガタこの形から持っていくのは無理だろうな。さあちょっと首が曲がった、ちょっと首が曲がった、ちょっと首が曲がって帝王が押していく。いやでもすぐ首の曲げられたけど戻したな大桑方。いや持ち上げるか、この形から強引に持ち上げるか、強引に持ち上げるか。いや崩れたが帝王崩れきらない。いやでもこの形から崩していく大桑方恐ろしいね。あーどういうことなのか、素晴らしいパワー、すごいパワー、しかし崩れきらない帝王。いい形取って前へ前へ押していく。パワーでね奥方が勝ってそうな感じありますけど、戦いの主導権を握ってるのは全体的に帝王平田クワガタだ。さあ前前出ていく、外れるかこれ、外れそうだなこれ、外れそう、外れた、下に入っていくのは帝王平田クワガタだが、すぐさま下がる奥方、失調回復、上から入ってて持ち上がった、高中食大炸裂、奥方持ち上げた、この形必殺技高中食大インセクトトーチャーラック炸裂、持ち上がった帝王平田クワガタ、持ち上がった奥方のお箱中のお箱強烈が、これは戻ってくるか帝王平田クワガタ。あー大クワガタいい形でね帝王を大きく崩すことあれ、なかなか決めきれない印象です。さあ戻ってきた、戻ってきて戻ってきて、さらにちょっと浅く入って大クワガタの顎をまたも束ねている。大クワガタやだね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 、これさあ帝王平田クワガタ押して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 いく、気づけば土俵際大クワガタ。さあどうする、今のねいい持ち上げ方したんだけどね、帝王はね一旦外れた瞬間に下に入っていって、ただすぐさま大桑方が下がった。でそっからね帝王が追いかけようとするんだけど、大桑方がスルッと下に入って自分の形作った、いい形だったんだけど、こうなっちゃった帝王平田桑方。こう上から挟むっていうのはあんま良くないんだけど、相手の顎をこう浅めに入って相手の顎を束ねると上から挟んだ方が有利になる。うまい帝王平田桑方、嬉しいね大桑方の方は。さっきからパワーで勝ってんだけど防戦一方な印象が拭えない大桑方、押していくのは帝王平田桑方、テクニックで勝ってんだねこれ。大桑方苦しいよ、あー苦しい、ちょっと首が曲がった、さらに力出しやすくなってきたぞ帝王平田桑方、前へ前へ出ていく、気づけば土俵際大桑方、これは苦しい、なんとかなんとか回ってなんとか回ってなんとか回りたいけど苦しいか、苦しいか、それをさせないか、帝王平田クワガタ押していく、押していく、押していく、なんとか回ったか、なんとか回って後ろにスペースはできましたが苦しい、大クワガタ苦しい、完全に顎を束ねられてしまって帝王が押せ押せな形、苦しいな、帝王が前に出る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 、さあ大クワガタどうする、帝王強いな、戦い方がうまいよこれ、
テクニカル試合巧者手を平たくクワガタ、まあ、しのいでるオークワガタもすごいんだけどね。これだって苦しいもん。これさあ外れた、反撃出る反撃出る。オークワガタここで全員喪失。手を平たくクワガタ、オークワガタの力を封じる動きに終始。それを嫌がったオークワガタが全員喪失。手を平たくクワガタのテクニックが光った試合でした。帝王平田クワガタ2回戦進出。オークワガタ戦意喪失により帝王平田クワガタ勝利。1回戦第3試合、青コーナー破壊神歩き鉄平田クワガタ勝ち74ミリ。赤コーナー黒い恐怖カマリネス平田クワガタキラー75ミリ。レディーファイト。さあ始まりました、1回戦第3試合。左が初参戦カマリネス平田クワガタキラー。あのカマリネス平田クワガタ帝王平田とかと形も産地も似ている平田クワガタ、対する右が歩き鉄平田クワガタカチ。顎の力に定評がある歩きです平田クワガタなんですが、今は下から潜って足の力で押していくような形になっております。しかし平田クワガタ同士の対決においてやはり下から潜った方が有利。下からグイグイ押していこうとする歩きです平田クワガタ、顎の力は活かせてないけどこれも悪くない形。下から押していくカマリネス、さすがに苦しい。上から押していくのは平田クワガタ苦しいですよ。上からがシュートロックして平田クワガタ同士の対決は下から潜った方が有利。カマリネス上からパワーで強引に押していこうとするがさすがに苦しい。ちょっと振りほどきたいところ。しかしね、歩きですが積極的に前に出ております。多分これ外れてなんとか外して組み直そうとしたらその隙をついて歩きです前に出てきますよ。苦しい。さあカマリネス一瞬下がった、一歩下がって顎を束ねた。これうまい、これうまい、これうまい、これうまい。歩きです顎を束ねられてしまった。左顎がここほらほらほら、顎がバレられてしまった。顎束ねられたらこれ力出しにくい、苦しい。顎ちゃんと開かないとね、力出しにくいもん。前へ出てくるのはカマリネス平田クワガタ、苦しい、外れた。さあ前へ出てくるカマリネス平田クワガタ、歩きです平田クワガタ戦意喪失。嫌な挟まれ方して戦意喪失。追撃かけてカマリネスが歩きです平田をリングの外に叩き落としました。カマリネス強いテクニシャン、カマリネス平田クワガタ2回戦進出。歩き鉄平田クワガタ戦意喪失よりカマリネス平田クワガタ勝利。1回戦第4試合、青コーナーパワフルギロチン先島平田クワガタ白切り72ミリ。赤コーナーブータンの守護者クルビデンスオークワガタ切り抜き74ミリ。レディーファイト。さあ1回戦第4試合始まりました。左が先島平田クワガタ白切り、前回大会ベスト8ブロック決勝まで進みました。今度こそベスト4準優勝そして優勝を狙います先島平田クワガタ。対する右手におりますはこちらも前回大会からの続投選手クルビデンスオークワガタ切り抜き、こちらは2回戦進出さらなる上位進出狙います。クルビデンスオークワガタ切り抜き。さあ前出てくるな先島平田クワガタ、一気に一気に攻めていく。さあなんとか返したクルビデンスオークワガタ、一旦下がった先島平田クワガタがアタック入ってまでだ。ヒロチンスラッチュ炸裂、アタック入ってポイント投げた、一瞬で投げた合理的かつコンパクト先島平田クワガタうまい、2回戦進出。完璧な攻めだったね。ヒロチンスラッチュより先島平田クワガタ勝利。1回戦第5試合、青コーナー狂気のだるま製造機鬼津屋クワガタ肩切り79ミリ。赤コーナー突撃兵大クワガタクロード70ミリ。レディファイト。
さあ1回戦第5試合でございます。もう折り返しですね。1回戦左がウニツヤクワガタ風切り、今回大会初参戦でございます。あの第2回大会に出ていたダールマンツヤクワガタと形が似ておりますね。対する右手におりますはオオクワガタクローノ、こちらは第4回ミドル級グランプリから2回目の出場でございます。前回大会1回戦敗退ですから初勝利を飾りたいところ、オオクワガタ。さあ前に出てくるのは鬼ツヤクワガタ、ぬる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 前に出てって一旦下がって、さあオオクワガタがね真っ向勝負、正面から直線的にガバーってかかっていくのに対してツヤクワガタこの上からぬるっと出ていって後ろに下がって、不気味な攻め方一旦下がって、あーこれツヤクワガタ独特の動きですよね。さあオオクワガタ、ツヤクワガタとは初遭遇か、だいぶ止まらってる様子。この動きは一体何なんだ、捕まえられねえ。さあ前に出てくる鬼ツヤクワガタ一旦下がって、独特の動きだ。あー一旦下がって前に出て四つに組んだ、四つに組んでちょっとオオクワガタ持ち上がった、デススロースインロット炸裂。オオクワガタの足を取って最小限コンパクトな動きでオオクワガタをあっさり持ち上げた。これ強いぞ、日夜クワガタ2回戦進出。あ、強いですね。不幸さならオオクワガタ、パワーならオオクワガタだと思いましたが、こんなにあっさり持ち上がってしまうとは。鬼ツヤクワガタ2回戦進出。デジスロットのツインロットにより鬼ツヤクワガタ勝利。1回戦第6試合、青コーナー殺戮の牙、シュンクリングオオクワガタカミソリ 73mm、 赤コーナー重戦車スラベチアトラスのオオカブトパムバック 79mm、 レディーファイター。さあ1回戦第6試合は左がシュンクリングオオクワガタカミソリ、第3回ミドル級グランプリからの出場選手でございます。しかしまだ1回戦突破できていない、3回目の出場で1回戦突破を叶うのか、シェンクリングオオクワガタカミソリ。右におりますはスラベシアトラスホームバック。スラベシアトラスはね第2回ミドル級グランプリでウーツが準優勝、第4回ミドル級グランプリでニクロムがベスト4、強い種類でございます。スラベシにいるアトラス、スラベシアトラス、さあシェンクリングを持ち上げていく、アトラスオオカブト持ち上がった。さあしかし頭角を滑り込ませている、頭脳を滑り込ませているアトラス、押していくか、パワークラブ持ち上げるのは逆にアトラス。さあここはなんとかしのいだ、振り出しに戻る。あこのアトラスタウンバック、下の角長えな、これなんかすげえ長い。さあアトラス、さあ両者ともにやる気満々前前出ていくアトラス、オオカブトが体を上がらせて角を下に滑り込ませようとする、前前出ていく、受けて立つシェンクリング、滑り込ませて持ち上げたのはアトラスオオカブト、一旦崩れたシェンクリングだが横についた、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 アトラスオオカブトのパワーを奪う形、この形横について力を奪う、角がね空振ってしまう。この位置ではしかし深く入りすぎ、深く入りすぎ、なんかもう木の裏に潜り込むくらいの下に入り込んでしまったシェンクリングオオクワガタ、さすがにここまで行くとちょっとなんか挟みにくいぞシェンクリングオオクワガタ。さあアトラスどうする、さすがにねこれ角を生かすためには一旦下がりたいところですが、なんか深く深く、さあっと横から入っていくアトラスオオカブト、一旦下がって横から入っていく、横から入っていく、横から入っていく、持ち上げる、応えるシェンクリングオオクワガタ、いや苦しいか、アトラスが完全にいい形、ちょっと持ち上げていく、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 必殺のハイジャックバックブリーカー、うー耐える、しかしシェンクリングが耐える、耐えてるけどさすがに横から完全に入られたら反撃の手段ございません、持ち上げていく、アトラスオオカブト持ち上げる、ハイジャックバックブリーカー炸裂、あらららららら、アトラスオオカブト持ち上げた、まあ、シェンクリング何もできない、これは苦しい、アゴが届かない、アトラス持ち上げる、投げた、さあスラベシアトラスやっぱ強い、スラベシアトラストムバック2回戦進出。ハイジャックバックブリーカーによりスラベシアトラスオオカブト勝利。
1回戦第7試合、青コーナースモールストロングエンペラーヘラクレスオキシデンタリス演武80ミリ、赤コーナーカノン砲インターメディアツヤクワ型ゴロ85ミリ、レディーファイト。さあ始まりました、1回戦第7試合、と前に出ていくのはヘラクレスオキシデンタリス演武。前回大会優勝したのがヘラクレスオキシデンタリスカシャということで、同じ種類だけど別の個体、頑張ってほしいところはヘラクレスオキシデンタリス演武。ちょっとねカシャと比べると角が短いですが、それがどのような違いをもたらすのか、体重は一緒。対する右におりますはインターミディアツヤクワ型ゴロ、こちらはね前回大会出場したのがガルですから、まあ、こちらも別の個体となっております。さあオキシデンタリスが前へ前へ出ていく、ヘラクレスオオカブトの真骨頂、パワーでもリーチでもないこの積極性、スピードテクニック、前へ前へ出ていく、角が短いから体全体を使って突進していく、その姿さながら隕石、インターメディア中間グラの表際に一気に落ち込まれていく、ピンチ、ヘラクレスオキシデンタリス前へ前へ出ていく、ヘラクレスオオカブト強い、インターメディア中間グラの隕石からオキシデンタリスが持ち上げた、おお強い、ヘラクレスオキシデンタリス演武、こいつも強い、2回戦進出。ヘラクレスメテオによりヘラクレスオキシデンタリス勝利。1回戦第8試合、青コーナー黒い嵐アルケツツヤクワガタギロ85ミリ、赤コーナーダイヤモンド要塞サランズス大ツヤクワガタ鉄線73ミリ、レディーファイト。さあ1回戦最後の試合、左がアルケツツヤクワガタギロ、そして右がサランズス大ツヤクワガタ鉄線、下からグイグイ押していく、前回大会ベスト4なんですが、今大会にあたって前回大会と比べて体重が 1g 以上落ちており、体力的な衰えを感じていたんですが、しかしやる気全然衰え知らず、やっぱ強いバタランです、グー押していく、あー歩きつやくわがた下からがっちりと捕まえられてしまった。初参戦ギロ、種類としても初参戦ですね、歩きつやくわがたは初めて見る。さあ下から押していくタランです大つやくわがた、これね顎が短いからこそ人通りに盛り込んで、この近距離戦は本当に強いのがタランズス、ガッツリとアルケスを捕まえて、一方でアルケスはこの長い弱顎を生かすことが全くできておりません、簡単にタランズスペース、さあ前へ出ていく、アルケス苦しいぞ、挟むことができてないからねアルケス、さあタランズスが落ちていく、おっと投げた、東大強者転落だ。さあ2本目両者ともにやる気は満々だ。さあ下から入ってきたランデス、おっと持ち上げたのはアルケスツヤクワガタ、アルケスツヤクワガタ綺麗に投げた。前回大会準優勝のルシファーに続きベスト4のタランデス鉄線が1回戦で脱落、アルケスツヤクワガタ2回戦進出。ストームブラスターによりアルケスツヤクワガタ勝利。2回戦第1試合、青コーナーロングレンジナイフコンスキューズノコギリクワガタジン93ミリ、赤コーナーヘルギロチン帝王平田クワガタアスタロト70ミリ、レディーファイト。さあ2回戦入りました、左がコンスキューズノコギリクワガタジン、1回戦予選試合ともに平田クワガタを撃破したダークホース、さあそれに向かっていくのはまたも平田クワガタ、帝王平田クワガタアスタロテロございますが、長い矢を使って帝王平田クワガタを押し込んでいく、やっぱ強いぞコンスキューズ、そしてさらに首を曲げて帝王平田クワガタの力を直に受けないようにしてるのか、これは足を取りに行って持ち上げた弾いたか、帝王平田クワガタここは残した、コンスキューズやばい、
マジで強いぞこれ。さあ手を開いた方強烈に弾かれましたが、しかしまだまだやる気満々、素晴らしい闘魂だ、ガッツ満点、手を開いたクワガタ、一筋縄じゃいかないぞこの平田クワガタ、強いよ。さあ当然コンピュースのこぎりクワガタ乗りに乗ってやる気満々、真正面から突っ込んでくる手を開いたクワガタ、おっと受けるか、長い矢を使ってゆっくりと後ろに下がって受け流しに行く、前を詰めて前に出ていくのはコンピューズのこぎりクワガタ、おっと背を開いたクワガタが一気に下がっていく、誠意喪失か、コンピューズのこぎりクワガタのあまりに長いリーチにビビってやったか、背を開いたクワガタ誠意喪失、コンピューズのこぎりクワガタ強烈準決勝進出、あ強いわ。ギャラクティカエキスプレスよりコンピューズノコギリクワガタ勝利。2回戦第2試合、青コーナー黒い恐怖、ハマリ列平田クワガタキラー 75mm、 赤コーナーパープルギロチン、サキシマ平田クワガタ白ギリ 72mm、レディファイター。さあ2回戦第2試合は左がハマリネス平田クワガタキラー、1回戦ではアルキデス平田クワガタを撃破して勝ち上がってまいりました。右がサキシマ平田クワガタ白霧、1回戦ではクルビデンソゴクワガタを撃破して勝ち上がってまいりました平田クワガタ対決。両者ともにね、1回戦ではもう倒した相手をダッシュで追撃するような恐ろしい戦闘強っぷりを見せてくれましたから、2回戦この戦い真っ向勝負になることはもう予測ができます。さあ向かい合って、さあ前出てくる、四つに組んだ右なごうさしての右組み、さあカムレツ平田クワガタが先島平田クワガタの足を取って一気にねじり上げていく、強烈これをなんとか耐える先島平田クワガタ、なんとかこれ外したい、ほら左前足が浮き上がっちゃってる、これではバランスを取るのが難しくて、先島平田クワガタこの状態で力比べをするのはあまり得策ではないぞ、まず足を外してから反撃に行きたいところ、さあしかしそれをさせない、構えて平田クワガタがねじり上げろ、おっと先島平田クワガタ戦意喪失、次にかけておっと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 っ強いね。ギロチンロックによりハマリネス平田クワガタ勝利。2回戦第3試合、青コーナー重戦車、スラベチアトラスオオカブトトムバック 79mm、赤コーナー狂気のダルマ製造機、鬼津屋クワガタ風切り 79mm、 レディーファイト。さあ2回戦第3試合始まりました、左がスラベシアトラスオオカブトトムバック、圧倒的激しさ勢い、スラベシアトラスらしい強さです。トムバック1回戦はシェンクリングオクワガタを倒して勝ち上がってまいりました、対する鬼津屋クワガタは1回戦オークワガタを撃破して勝ち上がってまいりました。さあ鬼津屋クワガタスラベシアトラス4本前に、おっと鬼津屋クワガタが仕掛けた、一気に横について持ち上げていくが、なんとか耐えているアトラス、あー鬼津屋クワガタいい形取りました、綺麗にスラベシアトラスのこの3本角の前から外れた横から組んでいる、これではアトラス力を出すことが難しい、あー苦しいぞ、いや強引に持ち上げようとする、しかしおっと両者ともに転落、力と力がぶつかり合って暴発、胴体仕切り直しでございます。さあ2本目、あーアトラスどんどんギア入っております、恐ろしいこのシュッシュシュッシュいっとんのよ、これ前に出てく、ちょっと猛進勢い満点。さあ対する鬼津屋クワガタは慎重な動き、アトラスオオカブトのこの3本図の前に入らないようにね、これ別にやる気がないわけじゃないんだよ、これ逃げてるわけじゃない、あーただこの3本図に入ったら危険だなって分かってるから一旦下がるでチャンスを伺う。さあ鬼津屋が横から入っていく、アトラスが前出ていく、
アトラス出てどうと申し上げたらワオニッチアクアガタ、アトラスがアトラスが突き上げをするこの瞬間カウンター狙った。アトラスはねこの突き上げの瞬間一瞬だけ隙があるんだよね、そこを狙ったオニッチアクアガタ、うまいうまいうまいぞ。さあアトラスが前に出るのは下がってかわして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 、オニッチアクアガタうまい。アトラス苦しいぞ、前へ前へガンガン出ていく、これはねまだアトラスらしいちょっとモーションも何も考えてないじゃないかな。さあ前へ前へ出ていくアトラス、オーカブト素晴らしい、アトラスワンバックやる気満々だ。あーオニチアクアガタ追い込まれていく、前へ前へもうゴリ押しって感じだけど、しかしオニチアクアガタなんとか反撃しないとこれダメだぞ。さあの表現は追い詰められた、オニチアクアガタガン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 攻める攻める、アトラス隙を伺う、オニチアなんだか隙がないのか。さあ下から入っていく、オニチアクアガタついて止まって、オニチアクアガタなんとか攻めようとするんだけど、アトラス勢い満点勢い満点、ガン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 前に出ていく。いやーすごいね、アトラス強いね、アトラスの勢いパンチ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 、さあこのパンチで足を取りに行くんだけどこれもうまくいかない。さあ挟んだオニチアクアガタだがやっぱりパワーではアトラスをオーカブトが引き上げていく、いいから釣りたいな、オニチアクアガタ横に突こうとしてるけどちょっとアトラスの力が出せる形、オニチアここの形は最善というわけではないんでしょうか。あーいやしかしオニチアクアガタ押し返ってきたよ、オニチア押し返してきた、この形がいいかこの形がいいかこの形がいいのか、オニチアクアガタ前に出る。さあさっきまで前前出てたのはアトラスだったが、オニチアが押し返してきた、オニチアが押し返してきた。さあ横についたアトラスの前の外から攻めている、オニチアクアガタいい形。さあここからどうする、オニチアいい形取ったねこれ。さあアトラスちょっと苦しくなってきたよ、先ほどまでガン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 押していたけど、ここからオニチアペースに入るか。アトラス突き上げでオニチアクアガタを持ち上げることができない、オニチアいい形取ったね、ここから逃がさないか、ここから逃がさないか、アトラスを逃がさないか。さあどこに帰った、さらに横に入った、横に入った。さあアトラスの角は空振っている、これは苦しいぞアトラス。さあ一気に持ち上げる、オニチアクアガタ持ち上げる、アトラスをカブトの大砲をきれいに封じ込めて、いや強い、オニツヤクワガタうまいねこれ、オニツヤクワガタ強い、オニツヤクワガタ準決勝進出。デスロットのゼニーロットにより、オニツヤクワガタ勝利。2回戦第4試合、青コーナースモールストロングエンペラー、ヘラクレスオキシデンタリス演武80ミリ、赤コーナー黒いアラスアルケツツヤクワガタギロ85ミリ、レディーファイト。さあ2回戦第4試合はヘラクレスオキシデンタリス VS アルケツツヤクワガタ、おっと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 ヘラクレスオキシデンタリスか、もう前前前前前前前で出ておっとっとっと横について左側に、いやいや逆サイドについて、トト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 体全体を使って押し流していって、あらら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 、あら強い、ヘラクレスオキシデンタリス準決勝進出。あら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 、ヘラクレスメテオによりヘラクレスオキシデンタリス勝利。準決勝第1試合、青コーナーロングレンジナイフ、ホースキュースノコギリクワガタジン93ミリ、赤コーナー黒い恐怖カマリネス平田クワガタキラー75ミリ、ヘディファイト。さあ準決勝第1試合は左がコンキュースノコギリクワガタジン、予選1回戦2回戦すべてで強豪平田クワガタを倒して勝ち上がってまいりました。そして4立て目に挑むまた平田か。さあ対する右におりますはカマリネス平田クワガタ、こちらも強かった、1回戦はアルキス平田クワガタ、2回戦は佐久島平田クワガタ圧勝で勝ち上がってまいりました。こいつも平田だな、てかみんな平田ばっか倒してんなこいつら。さあコンフィキュースは
ギラファとこれだいぶ違うところが、この首を曲げて相手のね力を受け流しているんでしょうか。平田クワガタはこう首をまっすぐにして直線的な攻撃をしますから、顎もまっすぐですね。それに対してこう首を曲げて、でこう顎自体も曲がってる。これでねこう上から攻めていくのがコンフュースの攻撃。クワガタギラファはね結構首まっすぐだから、顎もまっすぐ下方向に曲がってないから、これ独特ですね。さあこの長い顎で上から攻めていく。あー、顎長い、足を取りに行くが、しかしこれをさばいてカマリネスが前へ前へと出ていく。上からさむか、しかしこれを引っこ抜く。完璧には捉えられない、捉えられない。コンフュースノコギリクワガタ、しかし苦しい。長い顎を持て余してしまって、いや下から行った、下から行った、下から行った、下から行った。足を取って一気に押し込みに行く。ちょっとパワー足りないか、いやでもパワー足りないけど、それを足を取ってそのパワー差を補って前へ前へ出ていく。コンフュースノコギリクワガタ、これうまい。あ、しかしこれはカマリネス振りほどいた、振りほどいてまた4つに組みに行く。純粋なパワーならカマリネス平田クワガタの方が上回ってるか、やはり平田クワガタ体のパワーが大変強烈。しかしこれを懐にグリッとねじってボディを取って足を取って下から行って、しかしこれも受け止める。カマリネス平田クワガタ一味違うぜ、強いぜ、すごいぜ。さあカマリネス平田クワガタ頭を取って押し込んでほしいんだけど、これコンフュースがうまいこと引っこ抜くんだよね。綺麗に完璧には挟まれない。そしてカマリネス頭、これ苦しい。足を取りに行かれているコンフュースのゴリバガタ、4つに組んで、4つに組むとね、あの顎が長いからやっぱり差し合い強いよ。あー、しかしカマリネスまたも頭を取った。コンフュースの頭を取るんだけど、やっぱり綺麗に完璧には挟み込めない。これはどういうことなんだろうか。あー、コンフュース一旦引っこ抜きに行って、引っこ抜きに行って、ほらやっぱ顎がね長いんだけど、それをうまく使ってんだよコンフュース。よい、足を取りに行って、足を取りに行って、4つに組んで、やっぱパワーはちょっとカマリネスなんだろうけど、そのパワー差を足を取ったり、この顎の長さでボディを取ったり、最初のね形で勝ってるんだよコンフュースのボゲリクワガタ。いい形取ってパワー差を覆しに行く。でこれね、顎の根元にねこれ強いこう突起があるんだけど、ナイスですね。これをね、これが決まると強いよコンフュース。顎の付け根を使って、はーい、下がって下がって横について、コンフュースが前に出て上を取ってカマリネス。さあ両者ともに戦いがうまいから、もう素晴らしい戦い展開されております。上から挟んだカマリネス、やっぱりパワーならカマリネスか。ジラタクワガタのね体は強靭ですよ、パワーありますよ。あ、これをどうするかコンフュース。あー、準決勝らしい名勝負、上から挟んだカマリネス、ヒラタクワガタ、ここから押していくか。ただ体これはちょっと曲がってるじゃんカマリネス。これじゃねコンフュースを強引に押し込むことは難しい。コンフュース自分から押し込むことはできないけど、押されもしない、こう耐えの形。多分これさせたらね、カマリネスがこれじゃ押し込めないなってなって、外してその隙を突こうという動き、おそらくコンフュースのコゲリクワガタ。こっから無理やり押し込むのはやっぱ無理でしょ、一旦外すと思います。これカマリネス苦しいでしょ。今まで5分の体勢、あーっとカマリネスがスッと体をよじって、体まっすぐになった、これからまっすぐになって、頭を取ってコンフュースの長い顎使えておりません。カマリネスの形、あー、押し込んでいく、苦しい、コンフュース、これは苦しい、これは最悪の形だ、分最悪な形だ。長い顎、いや、引っこ抜いて、上取った、上取って、上から足を取りに行く。いや、届かないか、いや、持ち上がった、しかしここは耐えて4つに組み直した、コンフュース残り側だ。しかしカマリネスも、あ、この先、うまいこと使ってロックした、頭取った、しかしこれも引っこ抜く、長い顎、うまいこと駆使しております、コンフュース残り側だ。引っこ抜いて、いやこれ顎が長すぎてね完璧に捕まえられないんだ。引っこ抜いて、おっとカマリネスが裏返ったコンフュース、カマリネス平田クワガタをきれいにめくり上げた、強いコンフュースのコギリクワガタ。両者ともに技巧派同士テクニック合戦、差し合いを制してコンフュースのコギリクワガタブロック決勝進出。本当に強いわ。エキスプレスよりコンフュースノコギリクワガタ勝利。準決勝第2試合、青コーナー狂気のだるま製造機、鬼ツヤクワガタ片切79mm、赤コーナースモールストロングエンペラー、ヘラクレスオキシデンタリス演武80mm、レディーファイター。さ
か。準決勝第2試合はヘラクレスオキシエンタリス演武右。さあ前に出ていくのを受け止める鬼ツヤクワガタガザキリが横についた。ヘラクレスオキシエンタリスが前へ前へ出ていくのを受け止めた鬼ツヤクワガタが、おっとヘラクレスオキシエンタリスの右前足をロック。これうまいこれうまいこれうまい。さらに自らのボディでオキシエンタリスの角がちょっと曲がってるでしょ、ほら左側に曲がってる。これ釣り通った。オキシエンタリス強引に持ち上げた、一気に投げた。がしかし鬼ツヤクワガタ全く離せない、形が変わっていないから。依然として押し込んでいるのは鬼ツヤクワガタだ。すごいこれすごい、この形必死後の形、押せる形を作ったらもう残さない。鬼ツヤクワガタがオキシエンタリスを持ち上げていく、投げた。鬼ツヤクワガタ強い。ヘラクレスオキシエンタリス相手に何もさせませんでした。ブロック決勝進出。デジスロットのツインロットにより鬼ツヤクワガタ勝利。予選試合スマトラベンクール撃破。1回戦ミンダナオ平田クワガタ撃破。2回戦帝王平田クワガタ撃破。準決勝ハマリネス平田クワガタ撃破。1回戦オークワガタ撃破。2回戦スラメシアトラスオオカブト撃破。準決勝ヘラクレスオキシデンタリス撃破。決勝戦青コーナーロングレンジナイフコンフューズノコギリクワガタ陣 93mm。 赤コーナー狂気のダルマ製造機鬼ツヤクワガタカザキリ 79mm。 レディーファイター。さあついに A ブロック決勝。 A ブロック決勝は左がコンフューズノコギリクワガタ陣、右が鬼ツヤクワガタカザキリ。どちらもね初めて参戦する種類のクワガタで初参戦でここまで上がってきました。まさかまさかの強豪種発掘、こんなところに隠れていたとは。ということでさあ A ブロック決勝期待が高まります。 A ブロック決勝コンフューズノコギリクワガタ VS 鬼ツヤクワガタ。さあ前前出てくるなコンフューズノコギリクワガタ、その長い矢ごと凄まじい勢い。さあこの付け根を使って鬼ツヤクワガタを挟み込んだ。さあ今まで慎重な動き慎重な動きで相手をこの線といった形で受けてきた鬼ツヤクワガタですが、コンフューズの凄まじい勢いに押し流されていく。コンフューズすごい勢いだ。鬼ツヤクワガタ今のところ何もさせない、足を取りながら一気に持ち上げた。下がっていく鬼ツヤクワガタだがもう何もさせない。コンフューズ有無を言わさず仕掛け、おっとこう鬼ツヤクワガタをリングの外に叩き出した。まさかのブロック決勝圧勝も圧勝。コンフューズめちゃくちゃ強い、コンフューズ強い、めちゃくちゃ強い、すさまじく強い。 A ブロック優勝コンフューズノコギリクワガタジン。あ強い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 、すごい強い。ギャラクティカエキスプレスよりコンフューズノコギリクワガタ勝利。 A ブロック優勝コンフューズノコギリクワガタジン。2023年下半期クワガタ相撲大会の予定はこちらになります。注目するポイントはやはりビートロン杯が新たに福島で行われること、そして先日群馬で第1回大会が行われた黒金杯第2回の予定が早くも決定、10月でございます。例年通り東京でビートロン杯、ドルクスチャンプ杯、福岡でライフ杯、ビーブル杯も行われております。それぞれの大会で出場できるクワガタの大きさなど異なっておりますので、詳しくは本動画の概要欄に記載されている Twitter アカウントなどから確認はお願いします。みんなの挑戦待ってるぞ。